クラシコの高級白衣が、ドラマなどで使用され人気となっている。クラシコを創業した大和新さんは、医師になった同級生が、とにかくかっこいい白衣がない、と、愚痴っていたことから医師30人に、アンケートを取ってみました。すると8割の人がデザインに、不満があることがわかり、ビジネスチャンスと見て起用したとのこと。デザインは同級生でテイラーの大豆宇田信夫さんに、お願いした。クラシコの白衣は、ミスターブレインの綾瀬はるかさん、悪夢ちゃんのガクトさん、ドクターズ最強の名医の、沢村一樹さんなど多くの、テレビドラマで使用されている。値段は一般的な白衣の、7倍となる2番程度にもかかわらず、月に4000機程度販売されている。